上から下、もう上から下でいいんですよ。はい、皆さんこんにちは、アイアンドジャパン浜川です。今回は、まあね、コメントでよくいただいてましたツッツキ、僕は、ツッツキとストップですねっていうのを一緒に今回ご説明していきたいと思います。僕はもうツッツキの時に自分の中の定義を持ってて、低くて深くて速い、この3拍子が揃ってたら強打はできないと思うんですよ。そこをちょっと意識して、まず1つ目はしっかり体が中に入る、できるだけ体の近いところ、肘を伸ばしすぎない、イメージとしては自分の空間です。で、しっかり出しです。で、2つ目に関しては、ストップとツッツキのタイミングを同じにします。ストップのタイミングで入って、で、この構え方のまま、もう前に押すだけ。バックスイングを取らずに、ツッツキをする練習をしてほしいです。もうバックスイングを取らないだけで、ツッツキってもしかしたら分かりにくくなるかもしれないんで、ストップと、プラスアルファで覚えておいてほしいんですけど、ストップでよく多いのは、下からこうすくっちゃう人いるんですけど、上から下なんですよ。次も上から下なんです。上から下、上から下でいいんですよ。で、次に関しても、中入っても、3つ目ですね。自分で切ろうっていうのは、基本的にはやっぱ思わない方がいいです。相手の回転を利用してあげるようなイメージ。当てるだけ。で、次に関しても、基本的にはガンって自分で切ろうとかしてしまったら、相手のサーブに、パッて当たってしまうんで、押し込むだけでいいです。前に。時の打点ですね。ストップもツッツキもなんですけど、自分のコートについてから頂点に上がるまでのところでできるだけ取るように意識してほしいんですよ。まあ、特にやっぱしっかり中に入ってしっかり体を近づけるっていうのは、ストップだけに限らずどの技術もやっぱ大事なので、自分の練習の中でやっていただく、でまたそれで何かコメントいただけたらまたありがたいなと思います。まあね、はい、今回も、最後までご視聴ありがとうございました。